い、皆さんこんにちは、みきです。今日はですね、私が本気でおすすめするマスクにつかないリップベスト3をご紹介していきたいと思います。ということで、まあ去年あたりからいろんなマスクにつかないリップね、出てると思うんですけど、まあ私自身も本当にまあ話題になってるもの一通り試しましたし、まあその中で色味だったりとか、まあ使い心地だったりとか、落ちにくさを見てみた中で、まあ本当に皆さんにおすすめできる、ベスト3、早速ご紹介していきます。はい。ではまず、第3位はこちらです。じゃじゃん。アディクションのザ・マットリップリキッドの10番。ローマンシエナっていう色になります。はい。第3位、アディクションです。はい。これは去年かな?すごくね、流行って、まあ、特にこの10番とか13番とかはもうずーっと売り切れてて、なかなかね、買えなかった人も多いと思うんですけど、この、まあ、10番が第3位になってます。はい。まあ、色味見ていくと、こんな感じの、まあ、オレンジ味の強いブラウンっていう感じですね。ちょっと一回リップ取って、まあ、実際につけていこうと思います。はい。塗っていきますね。はい、こんな感じです。はい、このアディクションのリップは、とにかくね、色が可愛いです。まあ、さっき見たように、まあ、こんな感じの、オレンジ味の強いブラウンなんですけど、本当に他のどの商品見ても、見つからない唯一の色だなと思っていて、このアイテム使うと、やっぱすごくね、褒められますし、ああ、それアディクションだよね、みたいな感じで、わかる人にはわかる、おしゃれなリップなんですよ。っていうのと、まあ、やっぱり、マスクにもつきづらいですし、なかなか、持ちもいいです。で、ちょっとね、ティッシュでやっていきますね。ちょっと軽く押さえて、はい。こんな感じ。うん、もうほぼほぼね、ついてないんじゃないでしょうか。はい。うん、優秀です、すごく。ご飯とか飲み物も、ある程度は大丈夫なんですけど、やっぱりがっつり食べると、ちょっとね、落ちていきます。はい。気になるところとすれば、最初が、水っぽいようなリキッドの、質感になっているので、時間経つと乾いてマットになるっていう感じなんですけど、割とね、乾くのが早いので、パパパッと伸ばしていかないと、ムラができちゃう感じがあります。はい。そう、なので、ちょっとね、塗り方、まあ、特に13番とか濃い色になってくると、本当に急いでつけないといけないので、つけムラになったりもしやすいのかなと思います。ってとこですかね。でもま、ほんと個人的には、すごく好きなアイテムなので、これが、第3位になってます。はい。続きまして、第2位はこちらです。これがメイベリンのスーパーステイマットインクの210番になってます。はい。第2位はメイベリンです。これもちょっと色を見ていくと、ちょっとコーラルっぽいような、まあ、オレンジになってます。はい。まあ、さっきのアディクションと比べるとちょっとピンク味が強いですね。はい。この210番は結構ね、明るめのカラーなので、まあ、春だったりとか夏だったり、これからの時期にすごくね、ぴったりな、色になってます。で、まあ、オレンジすぎず、ちょっとピンク色も入った、本当にコーラルっぽい色なので、まあ、割と、オレンジが苦手な人だったりとか、うん、まあ、ブルーベースさんだったりとか、にも、ちゃんと使えるような色になってます。はい。ということで、ちょっとつけていきましょう。はい。じゃあ、つけていきます。はい、こんな感じの色です。どうでしょうか?うん、さっきのアディクションよりも、ちょっとこう、顔色がぐっと明るくなった感じがすると思います。まあ本当にね、私もブルーベースのサマーっていうパーソナルカラーなんですけど、そんな私でもすごく使いやすい、ちょっとオレンジっぽい、リップですね。になってます。はい。うん。ね、可愛いですよね。
メイベリンのあのリップのいいところとしては、あのもうとにかく落ちない。飲み物飲んでもご飯食べてもびしょびしょな油っぽいもの食べたらさすがにちょっと取れちゃうんですけど、本当にあの一般的なあのねご飯食べてるぐらいだったらびくともしないですっていうのと、あとは他のリップに比べて結構ね、なんだろう、しっかりしたつけ心地というか、さっきのアディクションのが薄い膜が張ってるっていう感じだとすると、このメイベリンのはなんか分厚く守られてるみたいな守られてる、そう、まあ、なんか厚い膜で覆われてるような感覚になります。うん、でもすごくなんかね、嫌な感じじゃなくて、あの本当にしっかりあの残ってるんだなっていう感じがするので、私は全然あの気になる重さではないなと思ってます。うん、なんかまあ逆にデメリットとすれば結構マットな質感になるので、あのやっぱり唇乾燥しやすい人とかはちょっとあのカサカサっていう感じに見えちゃうのかなっていうのがあるんですよね。なのでまあそういう人はあのしっかり保湿して使うだったりとか、まああとね、本当に荒れやすい人、まあたまに唇弱い人はちょっとメイベリン荒れちゃうっていう人もいるので、まあそういう人はあのしっかり試してから使ってほしいなと思うんですけど、まあそんなとこですかね。はい。まあとにかく私はめちゃめちゃ気に入ってます。はい。ということで、これもちょっとね、ティッシュでやってみようと思うんですけど、いきますよ。はい。こんな感じです。若干ね、本当についたかなっていう感じはありますけど、もうほとんどわかんないですよね。うん。私としては全然許容範囲だと思ってます。はい。まあ一日、つけてても本当に安心できるアイテムになってます。はい。ということで、メイベリンが第2位ですね。はい。でした。では、お待ちかねの第1位ですね。第1位はこちらです。じゃーん。なんと1位もメイベリンのスーパーステイマットインクの260番です。はい、まさかのワンツーフィニッシュでしたもう、まあ、さっきねちょっと言っちゃったんですけど、本当にあのメイベリンが最強だと思ってます。はい。で、まあこれねちょっと色見ていこうかなと思うんですけど、はい、こんな感じのちょっとベージュっぽいブラウンになってます。まあ、3色アディクションのと210番、260番って比べても、まあ、一番ちょっと落ち着いたあのナチュラルな色かなっていう感じですね。まあ、さっきの210番ももちろんね、あの気に入りなんですけど、あのちょっとこうベージュっぽい色なので、さっきのよりも肌なじみがいいのと、あとはほんの少しこうダークトーンなので落ち着いた大人のイメージになってくれるんですよね。まあね、ちょっとどっちもいい商品なんですけど、私はこの260番が、1位かなと思ってます。はい。ということで、早速つけていこうと思います。はい、こんな感じの色です。うん、さっきの210番と比べると、やっぱりちょっとね、落ち着いた印象になるかなっていう感じですね。まあ、良さとしてはね、本当にさっきと変わらないので、落ちづらいっていうところと、まあ、色味が可愛いっていうところですね。うん。で、まあ、つけてて、やっぱりすごく安心感あるので、もう何回も言っちゃうけど、はい。メイベリン、最強です。はい。2位の、210番は、まあ、普通にドラッグストアとかで、売ってるんですけど、1位の260番は、ロフトとか、あとプラザ限定の、ラインの色になるので、まあ、ちょっとね、買えるところ限られてくるんですけど、まあ、このシリーズ本当にね、すごく可愛いので、ちょっとね、探して、見てもらえたら嬉しいなと思います。私の、マスクにつかないおすすめのリップ、ベスト3は、この3つになりました。はい。はい。最近だったらケイトのリップモンスターとかめちゃくちゃ人気ですよね。うん。いろんなダークストア見たんですけど、もうどこも本当に売り切れてて、全然今手に入んないみたいですね。テスターが置いてるとこがあって、まぁ、ちょっとね、それ使ってみて、まぁ、ね、どうかなって思ったんですけど、まぁ、私が使った感じだと、そのケイトのリップモンスターよりも、
メイベリンの方が良かったです。まあ、すごく人気なので、まあね、ちょっと手に入ったら、レビューしてみようかなとは思うんですけど、まあ今のところはこんな感じで、私のベスト3でした。はい、ということで、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。